ちょっと見てほしいんですけど、この緑が、うちにやっと多肉植物がやってきました。あんまね、うちこう緑がなかったので、こういうのが一つでもあるとなんかこう気が安らげますよね。はい、ってことで、うちの IB いいっすよね。まあ、ちょっとここのね、部分だけ黄色なので変えようと思ってるんですけども、まあ、家に今までこう緑がなかったんでね、ちょっとずつ緑増やして、少し生活に、潤いをね、与えたいと思ってます。で、全然関係ない話、今日はですね、オートフォーカスの話を3分でしたいと思います。どうも、ケイスケです。いきなりですね、冒頭全然違う話から入ってしまったんですけども、今日はオートフォーカスの話をしたいと思います。結構ですね、こうなんだろう、コメント、YouTube からコメントをもらってると、オートフォーカスの使い方がわかりませんとか、結構いろんな種類あるんですよね。ソニー、僕今持ってるのが α6400 とか、今使ってる α7-3 とか、そういうカメラがあるんですけども、確かにですね、オートフォーカスの、部分、オートフォーカスのね、項目を見ると、こう、はい。こんな感じで5つぐらいあります。こうやって。はい。まあ、こういう5つをですね、まあ、どういう使い分けしたらいいのか、この場面ではこういう風に使うのか、そういう話を、3分で今日はしていきたいと思います。ということで、タイマー。こちらの時間内で解説していこうと思います。早速行ってみましょう。でですね、まあ、オートフォーカス、いろんな種類があります。多分ですね、カメラメーカーによっても結構違うんじゃないかなと思うんですけども、ソニーは主に5つですね、ご紹介しますと、今最新型のモデルでですね、まずシングル AF、AFS ってやつです。次、AF 制御自動切り替え、これ AFA ってやつですね。で、AFC、コンティニュアス AF、DMF、多分ダイレクトマニュアルフォーカスかなっていうのと、あとマニュアルフォーカスと。この5つがあります。まずシングル AF なんですけども、シングル AF はカメラでね、合わせた位置からピントが変わらないことを言います。このね、IB がここにありまして、この IB にピントを合わせたらカメラをどこに動かしても、IB、この距離でピントを合わせてくれるという形になります。なので、シングル AF で一度合わせます。この半押しでね、オートフォーカス合わせられると思うんですけども、シャッター半押しで合わせた状態で、例えば前に向かってしまうと、この状態でこの IB からはピントが外れてしまいます。で、次、1個飛ばして、コンティニュアス AF を紹介します。コンティニュアス AF は、さっきの AFS とは違って、常に半押ししてる状態、または動画を撮ってる状態では、常に被写体と認識するものにピントを合わせてくれるモードになります。なので、半押ししてる状態で、こうやって前後にやっても、しっかりとこの IB にピントが合ったまま撮影できるって感じですね。で、間に AFA っていうのがあったと思います。これはですね、自動で切り替えてくれるんですね。例えば、被写体が止まってる状態、あ、これは被写体止まってるから、ここの部分でピントをずらさなくてもいいなと判断した場合は、AFS で撮影になります。それが、じゃあ被写体が動いてるなっていう風に感じた場合は、自動でね、AFC にしてくれます。そういう機能が、まあ、α6400、ソニーのカメラにはね、ついてますので、まあ、もし迷うようであれば、AFA でもいいんですけども、僕は結構写真は AFS で撮ることが多いですね。で、次、マニュアルフォーカスとダイレクトマニュアルフォーカスですね。マニュアルフォーカスっていうのは、もうこのレンズとかカメラとかオートフォーカスには頼らない、もう自分でね、ここのピントリングっていうのを回して合わせる方法です。自分がもう合わせたい、ここに合わせたいっていう位置に合ってくれりゃいいんですけども、合わない時あるじゃないですか。なんか全体こうフォーカスエリアにしてたら、実はこう真ん中じゃなく、ちょっと右に合わせたいんだけども、なんかどうしても真ん中に合っちゃうとか、そういうシーン結構あると思うんですけども、そこはね、自分でマニュアルフォーカスとかにして、撮影するとか。で、もう一個マニュアルフォーカスの、まあ、亜種みたいな感じで、ダイレクトマニュアルフォーカスっていうのがあるんですけども、これ DMF ってやつですね。で、これは、最初、こうやって半押し、シャッターを半押しした時には、オートフォーカスで合わせてくれます。そっからはマニュアルフォーカスを使って自分でちょっと微調整してくださいよっていうのがダイレクトマニュアルフォーカス。まあ、オートフォーカスでこうピッと合わせて、ただちょっと手前にずらしたい。そういうシーンでね、ダイレクトマニュアルフォーカス使うと、かなりね、精密にピントが合わせられますので、ぜひね、そういうシーンで使ってみてください。はい、駆け足になってしまいましたが、全体ね、オートフォーカスどういう種類があってどういう風な使い方をするのかをご紹介しました。で、あくまで僕の使い方なんですけども、写真をね、ちゃんと故障性で撮るときは基本は AFS、シングル AF とダイレクトマニュアルフォーカス、まあどっちかを使って、ピントを追い込むことが多いです。動画の場合は、まあ、マニュアルフォーカスと AFC を使う場面を結構分けたりしますね。ただ、カメラにはね、オートフォーカスエリアっていうのがあるじゃないですか。
全体をこうオートフォーカスエリアにするか真ん中だけに合わせるかっていうモードが選べたりすると思うんですけども、それをですね、まあ僕は全体にして、で、コンティニュアス AF とかで使うと、それがね一番実はオートフォーカスが早かったりするんですよね。なので写真でもスナップの時とかはそういう風に全体にして AFC コンティニュアス AF にして使ったりしています。まあ、その辺はそれぞれ好みがあると思いますので、ぜひいろいろ試して使ってみてください。はい、3分で終わったでしょうか。ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それとはい、Twitter、LINE、Instagram とやっておりますので、ぜひフォローお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。はい、久々の3分企画やってみました。かなりね短めにコンパクトに動画を抑えましたが、いかがでしょうか。またこういうワードやってほしいとか、この企画3分でやってほしいみたいなのがあれば、ぜひそういうのもコメントいただけると嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。